飛行、柳竜也。もう終わりだ。2軍の柳さん。工夫早手とのファーム戦で、先発した柳選手。相手打線からボコボコに打たれて、KO 降板となった。5回7失点、85球、9安打、5三振、2四球という結果に終わり、1軍の登板は当分先になりそうだ。ファンからも厳しい意見が上がる。今シーズンの柳は完全にあかんな。四球でランナー貯めて、長打で吐き出してる。柳、大野、メヒアでウォークとか何？立浪政権3年目にして最大の誤算。噂では、柳はフォーム変更に取り組んでるけど、それがうまくいってないらしい。普通にきつい。普通に柳これ終わりだろ。一軍監督が見てないからセーフ。選手会長、ひどすぎて二軍に幽閉される。リリーフの負担を考えれば、5回降板は無理や。柳はどうなってしまったんやろね。これから中日を引っ張っていく選手なのに、悲しいよ。もう終わりだよ、この球団。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。